まずは立ち上がりの三馬です。1番の上林追い込んだ後打ち取ってセンターフライ、さらには2番の牧原で戻ってきた内川、3人で抑えます。ここから三馬の台頭が始まります。一方の千賀、こちらも連敗ストップに向けての立ち上がりでした。初回はランナーを背負って3番4番というところでしたが、ここは千賀の方も無失点の立ち上がり。2回です。デスパイネ、こちらも復帰してきましたが1球も振りませんでした。三振。さらには松田、外のボール、そして千賀です。満塁というところでイーグルスチャンスを迎えた2回だったんですが、辰巳三振、さらには茂木、引っ張った打球はファースト正面でした。このチャンスもイーグルス生かせませんでした。そして3回、明石、外のボール、三振で、前まではこの回には打たれていたんですが、その回からも三振、空振りの三振を奪いました。そして5回です。あの投球を見てなんとか先制点をという話をしてくれましたけども、茂木の第10号の先制ホームラン、イーグルスが1点を先制します。さらにその後チャンスを作ろうかという中で、この島内、フェンスに当たるスリーベースヒットで、4番の浅村の時だったんですが、ここでワイルドピッチ、島内が2点目のホームイン、2対0と変わります。その後もまた浅村からチャンスを作ってランナーを置いて銀次、集中力を高めたという話がありましたが、打った後のコメント、ランナー2人生還、一気にこの回4点を先制します。終盤に入っての7回です。変わらず打ちをつく投球がある中で、この回から変わったばかりの村林、ナイスプレー。さらには牧原のこの打球、まあ、今日はことごとくいい当たりも正面を突くという投球が光りました。8回です。長谷川を打ち取ってピッチャーゴロ、さらには松田、この打球もサードライナー、当たり良かったんですが正面でした。8回までパーフェクト。一方その流れの中で楽天、まあ、この回は長打もいける格好になりましたが、この打球がタイムリー内野安打、堀内、1点を追加します。8回これで5対0と変わりました。そして9回、完全試合に向かっての投球でした。ただ先頭バッターにフォアボール、明石が歩きます。これで完全試合はならず。さらには代打の栗原、この打球がレフトの前、初ヒットを打たれました。これでノーヒットノーランもなくなります。あとは完封をという期待もあったんですが、最後はこの上林タイムリーヒット、ホークスが1点を9回に返します。ただそれでも気持ちを切らさず、最後はショートゴロ、今の1失点完投、見事に後半戦最初のホームゲームを飾っています。